輪島市では今日から災害ごみの回収が始まりました。中継です。輪島市の朝市に近いマリンタウンの駐車場に来ています。あちらの大きなコンテナに重機を使って持ち込まれた家具や家電などが回収されています。こちらには朝8時半から続々とトラックなどで災害ごみのが運ばれてきていました。持ち込まれたものには畳や布団などが多く、その他にも椅子や冷蔵庫など様々なものがありますが、どれも泥で汚れていて浸水被害の深刻さを物語っています。こちらに訪れた人にお話を伺いしますと、まだまだたくさん持ってくるものがあるので何度も往復しなければならないと話していました。輪島市によりますと、ゴミの回収は他にも輪島市内の2カ所で受け付けていて、当面の間は土日祝日も休まず受付しているということです。